まだ国内戦は今回が初で、海外でレース何レースか出てきたんですけど、まあ、あんまり結果が良くなかったので、国内ではいい成績をと思って頑張りました。3番以内は最低限目標にしていたので、次につながるなと。まだまだポイント的にも足りてないんで、他の選手に負けないようにしっかりトレーニングから頑張りたいと思います。JS 今シーズン初戦だったので、まあ、ちょっと不安というか、まあ、あったんですけど、まあ、調子も上がってきているので思い切り滑れてよかったです。ちょっと出遅れたので、まあ、2本目勝負かけて滑って、完璧とは言わなかったですけど、まあ、それなりにジャンプアップできてよかったです。また海外の選手とはまだ差がまだまだあるので、これからも頑張って追いつけるようにしていきたいと思います。僕は国内強化指定選手にも入れていない立場で、僕の今シーズンはこの優勝以外道が開けなかったので、まあ、まずはホッとします。彼らも彼らで必死になってやってると思うので、僕はそれを追随する立場なので、はい、とにかく前を追ってひたすらに頑張ります。明後日も、はい、しっかり勝って100回大会は成田秀樹だったよねっていう大会にしたいと思います。